皆さんこんにちは、ケンです。マミです。はい、本日は商品紹介になります。最近ケンがこれ面白いなっていうのを見つけたので、それを今日紹介したいなと思います。お願いします。では早速こちら、サイクルベース朝日さんで取り扱っているツール付きカーボンボトルケージになります。普通のカーボンボトルケージに見えると思うんですけど、実はここに工具が内蔵されてます。これ何がいいっていうと、まあ、最近ほらあのトレックのドマーネとかもそうなんですけど、フレームに内蔵したりとかっていうのが流行りの中で、ボトルケージに工具を内蔵していると。一体化しちゃった。で見た横から見たらもう完全にわからんよね。わからん。で普通のボトルケージじゃないの？普通のボトルケージプラスアルファでここにあのツールがついてます。でこれ見た時にすごいあいいなと思って、でカーボンのボトルケージなんですけど、お値段なんと2980円。結構安くない？うん、あのしかも工具付きで、うんうん、でまあこれを今日ご紹介したいなと思ったんですけど、まず重量ね 45g、 工具が入ってるんですけど、もう外し方は簡単で、ここを手前にやるとこうやって外れます。うん、でこういう風に、じゃあこれだけだと、これだけでもボトルケージとして使えるんですよ。しかもで工具がないと 19g、 軽い、結構軽い、今カーボンだからね、うん、ってことは工具もこれぐらいでね 25g、うん、これでも見た目はすごいスッキリしてていいと思うし、ロゴとか何もない、うん、まあ、今マックス7ニュートンまで出せるって書いてあるね。で裏見るとこんな感じ。まず木のご説明すると、ここがタイヤレバー、うん、タイヤレバーやなぁとは思ったよ。タイヤレバーになってますだけじゃないの？だけじゃなくて、ここに R-N キーがついてます。え、でこれ出し方なんだけど、ここプッシュするとタッて、ほら一発で出る。すごい。で、入ってるのが、5ミリ、4ミリ、3ミリ、よく使えそうなやつ、うん、よく使えそうな、ロードバイクでいうと4か5ってよく使うんですよ、うんうん、とここに3ミリ、3ミリね、うん、で3ミリだけちょっと出しにくいかなっていう印象があります。今そんな感じしたよ。あ、今そんな感じしたでしょ。こっちはプッシュで押したら出るんですけど、まあそこはしょうがないして、でこういう風に例えば締めてやると、こうやって、あ、締めやすそうなタイプのやつやね。まあね、力は入りやすいとは思います、うん、でまあこの3つあれば十分、あとプラスドライバーとかあるとなおいいとは思うんですけど、うん、まあこんだけあれば多少のやつは何でも、ちょっとしたネジがっていう時は使えるかな。そうそうそう、そうです。これが非常にいいなと思って今日ご紹介させていただいたんですけど、うん、ではめるときは簡単、ここに引っ掛けるだけ、ここのくぼみにね、こうやって入れて、こうやってパッチンとすれば使えます。いいよね。うん、すっきりしてるし、そうそうそう、まあ、だからその分の工具は持ち歩かなくてもよくない。そうですそうです。だから普段のちょっとしたポタリングとかだったらこれで十分だと思います。クロスバイクでもいいし、ロードバイクでもいいし、マウンテンバイクでも使えるし、まあ、見た目もそんな悪くない、うん、ここでしっかり支えてくれるから、まあ、ペットボトルとかでも落ちにくいと思いますよ。うん、うん、ちょっと注意点だけ話しますね、うん、取り付けるときはこの専用のネジついてきました。3ミリで締め込むタイプのボルトになるんだけど、これ以外のものをつけちゃうと、こういう風にねつけて、これ以外のものをつけちゃうと、ここのくぼみね、専用設計されてるもんですから、他のボルトとか使うとこれパチンってはまらないです。
そうそう、だからちゃんとついてるボルトを使った方がいいと思います。付属したボルトを捨てないようにしてください。以上、ケンのおすすめのサイクル用品紹介コーナーでした。ご視聴ありがとうございます。